僕は裁判には出ません。裁判が始まる前に必ずここラサンテ刑務所を出てみせますよ。ラサンテ刑務所、パリ14区、学生街として有名なカルチェラタンの南に位置している。中央の主要部が円形広場になっており、ここへいくつもの廊下が放射線状に集中している。このため囚人が監房から抜け出したとしても、円形広場の中央に位置するガラス張りの監視室にいる監視の目に止まらずにはいられない。ニューヨークでの逮捕の後、アルセーヌ・ルパンはここに収監されていた。ここに見学に来た者が驚くのは、囚人が護衛もなしに自由に行動しているように見えることだ。が、それは錯覚である。署内は細かく区分けされていて、教会の扉には必ず監視がつけられている。つまり一見自由に見えてはいるが、囚人は移動の際、ドアからドアへ、監視から監視へ、手から手へ、リレー式に渡される荷物のように届けられているのだ。この何重もの石章をくぐり抜けると、自分には刑務所の壁など何の意味もないと言いたいのか。それほど万能なら、こんなところ最初から入らない方が良かったんじゃないか。あ、嫌味ですか。アルセーヌ・ルパンの逮捕という栄誉がまだ忘れられないと見える、この際だから言っておきます。いいですか。あの時もっと気がかりなことがなかったら、あなただろうと誰だろうと、決して僕を逮捕することなんてできなかったんですよ。そう、一人の女性が僕を見つめていたんですよ。あの時、大事なことはそれだけだった。あれは本当に忘れられない旅だった。ってわけで今、失恋のショックを引きずってるとこでしてね。その点、ここは療養にぴったりなんですよ。なんたって名前がサンテってくらいですから。おい、ルパン。私をからかっているのかね？とんでもない。わざわざ来てくれたあなたをからかうなんて。そうだ、今日のご訪問のお返しにペルゴレーズ通りのあなたのお宅にお伺いしますよ。来週の水曜日なんかどうです？いいだろう、待っているぞ、アルセーヌ・ルパン。なんだ。ガニマールさん、懐中時計をお忘れですよ。どうやら僕のポケットに迷い込んでいたようです。お、すいません、つい手癖で。自分のならほらちゃんと持ってるってのに。そっちのは誰のポケットから手に入れたんだ。ジベ、誰だっけ。思い出した、ジュール・ブビエ、僕の担当の予診判事です。いい人ですよ。パリ警視庁国家警察部。予診判事ジュール・ブビエ。弁護士ダンバル。予診予備審問。フランスの司法制度では、重大な事件や複雑な事件が起こった場合、犯罪捜査に相当する予診が行われる。予診判事は警察に証拠を収集させ、拘留などの強制処分を行い、被疑者を尋問し、事件を解明して正式な裁判を開くか決定する。犯罪捜査において予診判事は絶大な権力を握っていた。時計どこでなくしたんだろう。逮捕から数ヶ月、ルパンは毎日のように刑務所から警視庁に連れてこられ尋問された。が、ブビエ氏の努力の甲斐もなく、ルパンはほとんど有効なことを喋らなかった。もうやめましょうよ、無駄ですよ。こんなの聞いたでしょ、僕は裁判には出ないんです。同時刻、ラサンテ刑務所。ルパンの独房。警視庁国家警察部部長ドゥドゥイ。背景、グランジュナル紙編集長殿、騎士は最近私について事実無根の記事を載せられました。裁判が始まる数日前に
記者にお伺いし、釈明を求めたいと思います。アルセーヌ・ルパンだと？奴が外部の手下と連絡を取っているのは確かだ。じゃなきゃ、こんな投書を送れるわけはない。リュウジ、ホランファン、蹴りをつけるぞ。何としても連絡の証拠をつかむんだ。はっ。リュウジー警部、ホランファン警部。靴底を剥がしたり、壁を叩いたりするくせに、と。引き出し？机の引き出しは調べたか？やった、ついに尻尾をつかんだぞ。高級葉巻、タバコ入れ、パイプ、薄紙の便箋、アルセーヌ・ルパン関連の新聞記事が一束、それに本が二冊、カーライルの英雄崇拝論の英語原書に、1634年のオランダで出版のドイツ語訳エピクトテス入門か。気取ってますね。葉巻も。ヘンリー・クレイか。贅沢なもの吸ってやがる。潰れた？よく調べてみましょう。これは。葉巻の中に通信文が。女性の文字ですね。何何？カゴはすり替えました。10のうち8まで準備が整っています。外側の足で踏めば板は外れます。毎日12から16まで、アッシュペを待機させます。場所はどこがいいでしょう。すぐにお返事をください。あなたの大切な友より。いいぞ、いいぞ。意味は明白だ。カゴというのは護送車だ。あれは中の仕切りで10の小部屋に分かれているからな。12から16は正午から午後4時まで。ああ、待機しているアッシュペというのは。ああ、それは自動車のことだろう。アッシュペというのはホースパワーだ。レース用語でエンジンの性能を総括だろう。24馬力のことを24ホースパワーと。葉巻の状態から見てルパンはまだこの手紙を読んでないな。多分受け取ったばかりだったんでしょう。しかし、どうやって受け取ったんでしょうかね。食事の中にでも隠してあったのさ。多分パンとかポテトサラダの中に。葉巻を、そんなバカな。ラサンテ刑務所所長。確かに奴の食事は外のレストランから取り寄せることを許可してますが、それもこれも奴を罠にかけるためなんですよ。毎回ちゃんと調べてるんだ。こんなの入ってたら真っ先に気づきますって。何にせよ、奴が外部と連絡を取っていることはこれで明白だ。今夜改めてルパンの返事を探すことにしよう。予診判事の許可は取っておく。この手紙は写真を撮って奴に怪しまれないように葉巻に戻しとけ。はっ。ごちそうさま、ムッシュ。美味しかったとシェフに伝えてくれたまえ。持ってきました。おう。リュウジ、マカロニの残しを薄く切ってみてくれないか。その丸いパンの中も。はっ。どうだ？何もありません。皿、フォーク、スプーン、どれも異常ないな。あとはナイフ。あっ、空洞になってる。見ろ、中に手紙だ。毎回ちゃんと調べてるですって。ルパンにしては芸がなかったな。よし、リュウジ、お前は料理を作ったレストランを調べろ。はっ。さて、何何？君に任せる。アッシュペは少し離れて毎日ついてくること。僕の方からそちらに向かう。では近いうちに、大切な友よ、アルセーヌ。うまくいってるぞ。あと一押しすれば奴は脱獄を決行する。その時こそ奴の一味ごと一網打尽だ。
ルパンは毎日正午になると他の囚人たちと一緒に護送車に乗せられ、ラサンテ刑務所から警視庁に連れて行かれる。そして3時か4時ごろに警視庁から戻ってくる。ところがある日の午後は少し様子が違っていた。他の囚人の尋問が終わっていないのに、ルパンだけ先に送り返されたのだ。護送車は俗にサラダカゴと呼ばれている。中は銃の仕切りに分かれていて、中央の通路で監視が見張っている。この日ルパンは右の3番目の仕切りに入れられた。セーヌ川、サン・ミッシェル橋、サン・ジェルマン交差点。どうしたんだ？いやね、どうも荷馬車が倒れたみたいなんです。あ、ちょっと誰か！ウェイター、店長を呼んでくれ。何でしょう？申し訳ない。どうやら財布を忘れてきたようだ。でも僕は有名人だから、2、3日月にしておいてもらえないかな。どちら様で？アルセーヌ・ルパン。今ちょうど脱獄中なんだ。あいにく名刺の持ち合わせがないんだが、ルパンの名前なら信用に値するんじゃないかな。スーフロ通り、サンジャック通り、ポール・ロワイヤル通り。すいません。ここはラサンテ刑務所ですよね。護送車から振り落とされちゃって、自分の独房に戻りたいんだけど。はあ、なんだお前は。あっち行け。あれ、いいんですか？アルセーヌ・ルパンを入れないと厄介なことになると思うんだけどな。ん？ふん。やあ皆さん、お揃いで。まったくもう、わざわざ僕を一人で護送し、トラブルを起こして渋滞が起こるように細工なんかして、そうすれば僕がのこのこ仲間のもとに駆け込むとでも思ったんですか？気づいていましたよ。徒歩や馬車や自転車で20人以上の警官がずっと僕の後をつけてたのも。いやいや、意地が悪い。あのまま逃げていたら一体どんな目に遭わされてたことやら。ねえ皆さん、もう僕と知恵比べなんておやめなさい。逃げ出したくなったらあなたたちの手を借りず、一人で何とかしますから。アルセーヌ・ルパン脱獄の予行演習。警察の罠を利用してサン・ミシェル通りで昼下がりの優雅な散歩。カフェ・スーフロで堂々と名を名乗っての無銭飲食。久々のパリ散策を堪能した後、ルパン、ラサンテ刑務所に自ら帰宅。脱獄未遂、アルセーヌ・ルパンの脱獄未遂だよ。翌日、エコード・フランス紙はこの出来事を大々的に報じた。
ルパンを運んでた護送車が偽物だったんだってさ。手下にすり替えられてたらしいよ。へえ。見ろよ、エコードフランスに仲間の女とやり取りした手紙が載ってる。うわ、外との連絡も思いのままって感じだな。ルパンの食事を用意していたレストランが怪しいと睨んだ警察はリュウジー警部を派遣してレストランの事情聴取をしたものの、何の成果も得られなかった。司法当局はまだ何も掴んでいない。ルパンの脱獄、本番は時間の問題であるか。そう、ルパンが脱獄することはもはや誰にとっても確実なこととなった。本人だってはっきりと予告しているではないか。裁判には出ないと。脱獄未遂事件の翌日、ヴヴィエ予審判事が脱獄の失敗をからかうと、彼は平然とこう言ったという。分かってないな。いいですか、判事さん、今回の脱獄未遂は真の脱獄計画の一部なんですよ。さっぱりわからんね。負け惜しみだろ。分かってもらわなくても結構です。とにかく僕はもう決めてるんです。裁判になんか出ないってね。決心は揺るぎませんから。このやり取りもエコードフランス紙に詳しく報じられた。エコードフランスは奴の広報誌か。あながち間違ってはいないかもしれません。ルパンはそこの主な出資者だという噂ですから。にしてもなぜこうも内部の情報が漏れるのだ。ルパンしか知らない事実もありますね。ということはやはりルパン自身が漏らしているということになります。でも何のために、どうやって独房を移しましょう。やはり独房に何か仕掛けがあるのかもしれません。関係ないかもしれませんが、やれることはやっておきましょう。そうしてもらおう。ほどなくルパンは独房を移された。前後してヴヴィエ予審判事もルパンの最後の予審尋問を終え、事件を控訴局に回した。前にも増して何も喋らなくなったルパンにヴヴィエ氏がサジを投げたのだ。ルパンはラサンテに戻ったか。はい。こら、ボードリュー、そっちじゃない。そうか。まったく、まだ酔っ払っているのか。もう来るなよ。えい、うるさい。酔っ払いの釈放くらい手際よくやらんか。これで裁判まで何事もなくとはいかないのだろうな。ところがそれから2ヶ月間全く何事も起こらなかったのだ。ルパンはベッドに寝そべり、ほとんどいつも壁に顔を向けてその2ヶ月間を過ごした。独房が変わったことでがっくり来ているらしい。弁護士との面会も拒み、監視ともほとんど口を聞かなくなった。ルパンの闘志は萎えてしまったかに見えた。だが裁判の2週間前になると少し元気が戻ってきたようだった。独房に閉じこもりきりだと息が詰まりそうだと不平を言い出した。そこで当局は朝早くを選んで中庭を散歩させることにした。二人の屈強な看守でがっちり挟みながら、不甲斐ないアルセーヌ・ルパン。それでも世間の好奇心は全く衰えなかった。ルパン脱獄のニュースが聞こえてこないかとみんな毎日期待していた。頼むから脱獄してくれとほとんど祈るような気持ちだった。それほど大衆はこの人物を愛していたのだ。ルパンの言動、活力や陽気さ、若さ、不屈の闘志、千変万化の才、天才的な発想、謎に満ちた生活に魅了されていたのだ。
警視総監や新進気鋭の下院議員までが毎朝秘書に訪ねた。警視総監、ルパンはまだ脱獄してないのかね。はあ。下院議員バラングレー。それじゃあ明日あたりかな。ルパンは脱獄するはずだ。それはもう避けられない運命なのだ。むしろこんなに先延ばしになっていることの方が驚きじゃないか。裁判の前日、グラン・ジュルナル氏のオフィスに謎の紳士が訪れ、名刺を投げつけ去っていった。名刺にはこうあった。アルセーヌ・ルパンは必ず約束を守ると。世間は騒然とした。そんな状況の中、ルパンの裁判がついに始まった。法廷は傍聴人であふれ返った。弁護士、判事、新聞記者、上流階級の紳士、芸術家、社交界の花形の女性たち、パリ中の人々がこぞって傍聴席に詰めかけた。私、アルセーヌ・ルパンを一目見てみたかったの。私も。ほらもう、やつが裁判長をどう手玉に取るのかが楽しみでね。同感。見ろ、被告人がルパンが入廷するぞ。アルセーヌ・ルパンってあんな冴えない男だったの？そう、なんだろう？脱獄できなかったのがショックだったんじゃないか。そりゃまあ、あれだけ大口叩いたんだから罰が悪いよな。では、ただいまより開廷する。被告人は証言台に。氏名、年齢、職業は？氏名は？氏名を聞いているのですよ。デジレ・ボードリュー。デジレ・ボードリュー。ああ、なるほど。また新しい名前ですか。君は確かこれで8つも違う名前を名乗っている。どうせまた偽名だろうから、この裁判では一番よく知られているアルセーヌ・ルパンを使うことにします。というのも、あらゆる捜査にもかかわらず、被告人の本当の身元を確認することができなかったからです。被告人の過去は全く不明。これは現代社会において極めて珍しいケースです。被告人が誰なのか、出身はどこなのか、どんなところで育ったのか、何一つ判明していません。被告人は今から3年前、どこからともなく突然現れて、たちまちアルセーヌ・ルパンとして世に知られるようになった。すなわち、知性と大敗、道徳と不道徳が混じり合った風変わりな人物として。それ以前の被告人に関するデータは推測の域を出ない。8年前に記述士ディクスンのアシスタントをしていたロスタなる男は、アルセーヌ・ルパンだった可能性がある。また、6年前に、三塁病院のアルティア博士の研究室に通っていたロシア人学生もアルセーヌ・ルパンだったかもしれない。彼は細菌学に関する優れた仮説と皮膚病の大胆な実験でしばしば博士を驚かせた。アルセーヌ・ルパンはまた、柔道が一般に知られるずっと前からパリでこの日本の格闘技を教えていた。パリ万博の記念レースで優勝し、1万フランの賞金を獲得した後、行方不明になったレーサーもアルセーヌ・ルパンだったと思われる。事前バザー会場で起きた火災の折、小さな天窓から人々を救い出し、また彼らから金品を奪ったのもアルセーヌ・ルパンだったと思われるのだ。
この時期は被告人が社会に対して戦いを挑むための準備期間に過ぎなかった。その体力、気力、能力を鍛え上げ、最大限に伸ばす時期だった。以上、事実に間違いないと認めますね。間違いないですね。デジレ・ボドリュー心神喪失でも装うつもりですか？責任能力がないとか言いたいのなら勝手にやっていなさい。そんなのが通用すると思うのならね。裁判長は盗み、詐欺、偽造などルパンの罪状を事細かに挙げていった。時折被告人に質問もした。ルパン、あーとかうーとか言ってるだけで本当に何も喋らないな。なんかがっかりだよ。証人の証言もなんか曖昧で、ちょっと退屈だな。おい見ろ、次の証人、ルパンを逮捕したガニマール警部だぞ。傍聴人たちは少し失望した。ガニマールが現れて事態が動くと思いきや、肝心の彼までなんだか不安そうであったからだ。証人、発言を。はい。私、ジュスタン・ガニマールは、刑事として長い間、アルセーヌ・ルパンを追ってまいりました。彼を追って、ヨーロッパ中を駆け巡り、ついには、アメリカにまで。逮捕の後のキロで、私たちは1週間にわたって、船旅を共にしました。私たちは親友と言っていいほど打ち解け、ついこの間も監獄の中で親しく、証人、集中できないようなら証言を中止した方が良いのでは？いえ、いえ、大丈夫です。ただ、ただ裁判長、被告人の顔をもっと近くでじっくり見てもいいでしょうか？これはとても大事なことなんです。いいでしょう。やはり裁判長、この男は断じてアルセーヌ・ルパンではありません。何を言っているのかね。君はどうかしている。少なくともこいつは私がニューヨークから連れ帰った男ではない。奴は、ルパンは、この男ではない。それって、まさか。僕は裁判には出ません。ルパンの予告は達成された。確かにパッと見、彼に見えないこともないでしょう。しかし、皆さん、アルセーヌ・ルパンがこんな叫びたりの目をしているでしょうか？よく見れば明らかに違う。目も、鼻も、口も。私たちは、奴が身代わりに置いていった哀れなこの男を、有罪にしようとしているのです。アルセーヌ・ルパンはすでに脱獄していた。法廷は爆笑の渦に包まれ、混乱の中、公判の延期が言い渡された。
パリ警視庁国家警察部。週刊の記録から以下のことが判明いたしました。8週間前、デジレ・ボドリュなる不老者が警視庁の留置所に一晩留め置かれ、翌日の午後2時に釈放されました。ところが同じ日の午後2時、アルセーヌ・ルパンも最後の予診尋問を終えて護送車でここを後にしたのです。あの日か。監視がミスをして2人を取り違えたのでしょうか。ミスだって？そんなバカな。計画的脱獄でしょ、間違いなく。計画的？どんな？あの厳格な警備体制の裏をかくなんて、どんな方法だか想像もつかんよ。でもアルセーヌ・ルパンなら。一つ確かなことがあります。ん？計画的な犯行ならば、デジレ・ボドリュはルパンの共犯者で、ルパンの身代わりになるためにわざと逮捕されたことになる。その通り。今やボドリュは我らの握るただ一つの手がかりです。まずは彼を徹底的に調べましょう。デジレ・ボドリュは犯罪人人体測定科に回された。犯罪人人体測定科アルフォンス・ベルティオン。このベルティオンが1882年に実践し始めた犯罪人人体測定法、通称ベルティオン法は、見た目の印象のほかに頭骨、手足など人体を243もの部位に分け、その測定値をカードに記し分類する最初の科学的識別法で、指紋法が確立されるまで世界各国の警察に正式に導入されていた。しかしボドリ君、君は牢獄の中で2ヶ月間、なぜ異議を唱えなかったんだね。いや、俺はおまんまが食えるだけで、ここは天国かと思っただ。柔らかいベッドもあるだでよ。ボドリュの数値は、どの犯罪者のカードとも、もちろんアルセーヌ・ルパンとも一致しませんでした。ボドリの身元がほぼ明らかになりました。おう。ボドリはクルブボア、アスニール、ルバロアなどの町々ではちょっと知られた物乞いで、パリではテルヌ城門あたりをねぐらにしておりました。それがどうやら1年ほど前からぷっつりと姿を見せなくなっていたようなんです。つまりその時期にルパンに雇われたというのかね。証拠はありませんが。そうか、それだけではな。苦しくなってきた。裁判からもう1ヶ月だ。何の罪もないボドリをこれ以上拘留しておくことはできん。部長、ボドリを釈放しましょう。ん？何？釈放した上で監視するんです。これは最後の賭けです。ガニマル警部、やはり奴はルパンの共犯者なんでしょうか。いや、私の見るにボドリは共犯者というよりも道具なのだ。ルパンが脱獄するためのな。何にせよ彼をたどればアルセヌ・ルパンにまで、あるいは手下程度までなら手が届くかもしれん。いや、もうそれしかないんだ。シャトレ広場。席がないんだよ、ないんだよ。そこの待合室で整理券もらってきな。リュウジ、
フォランファン、辻場所を1台、いや、2台止めてくれ。2台 ?1 台は私、もう1台は君たちが乗るんだ。すぐ行かんか。はっ、どうなったよ、あの温厚な親父さんが。熱くなってるな。出てこないな。しまった、もう一つ出口が。くそ。待って、乗ります。はいよ。くそ、デュージ、フォランファンとはぐれてしまった。まさかこいつ、間抜けなふりして我々を巧妙に引き離したんじゃないだろうな。いや、考えすぎか。リボリ通り、オスマン通り、ブローニュ森林公園。今日は寒いな。タバコでもやるか。メルシー。メルシー、ガニマール。アルセーヌ・ルパン。いかにも我が輩、怪盗紳士アルセーヌ・ルパン様である。この野郎。ひどいじゃないですか、ガニマールさん。あなたを信頼してるから正体を明かしたのに。折れてはいないでしょ、加減しましたから。あなたが警視庁で柔道を習ってたら知ってると思うけど、これは日本語で腕ひしぎっていう技なんです。私はとんでもないことをしてしまった。今回の脱獄は私の責任だ。この男は断じてアルセーヌ・ルパンではありません。私の警察官としての生涯の汚点だ。ガニマールさん、そんなに責任を感じなさんな。あなたが言い出さなくたって誰かが言うように仕向けたんだから。それじゃあそこにいたのはお前だったんだな。ここにいるのもお前なんだな。ええ、そうです。初めから終わりまで僕一人。
伊達にアルティエ博士の研究室に通ってたんじゃありません。外見なんて好きに変えられるんですよ。パラフィンを皮下注射すれば皮膚の思い通りのところを膨らますことができます。ピロガロールや草の王の汁で発疹や腫瘍を作り出すことができるし、ヒゲや髪の毛を伸ばす科学的な方法もあります。おまけに独房で2ヶ月間の節食ダイエット、何千回と練習すればこんな風に口を歪めたり、ずっと首や背中を丸めていることもできるようになるし、仕上げはアトロピンを5、6滴ほど目に垂らせば、おどおどした取り乱したような目つきになって、デジレボドリの一丁上がりってわけです。監視たちはどうして気がつかなかったんだ。そりゃ毎日徐々に変身していきましたから。デジレボドリュなんて存在しなかったのか。いえ、ボドリは実在します。哀れな男でね、どことなく僕に似たとこがあったんで目をつけてたんですよ。ある日、一晩ボドリが留置所に止められ、翌日僕と同じ時間に出られるよう仲間がお膳立てしてくれました。このボドリを皆さんの目の前でちらつかせたら、どんなに不可能な状況だって絶対にすり替えが行われたと信じ込んじゃうでしょうから。なぜそんなに確信が持てる。私たちがすり替えなど信じなければおしまいじゃないか。私たちがボドリュはボドリュ、ルパンはルパンだと自信を持っていたら。そう、まさにその通り。だけど僕には素晴らしい切り札があった。それは、誰もがアルセーヌ・ルパンの脱獄を期待しているというこの事実。そう、カオルン男爵の時と同じですよ。あなた方はアルセーヌ・ルパンが声高に脱獄を公言しているのは、そうせねばならない理由があったんだとはついに気づかなかった。でもいいですか、僕が本当に脱獄するにはまずみんなが僕の脱獄を信じなきゃいけなかったんです。僕は繰り返し裁判には出ませんと言い続けた。いつでも脱獄できるんだぞと見せつけた。世間は次第に暗示にかけられたようにそれを信じ込んでいきました。だからあの時、みんながあなたの言葉を信じたのも無理はないんです。だけどあの時、たった一人でも、でも本当にルパンだったらと口にしていたら、その後ただ僕の顔を覗き込んでみればよかったんです。あの時あなたは、こいつはルパンじゃないと考えながら見ました。でもあの時あなたが、こいつはルパンかもしれないと思って見ていたら、その時は僕も一巻の終わりでした。だけど僕は心配していませんでしたよ。人間の心理から言ってこうなることは分かりきっていましたから。言いがかりだ。誰もお前が脱獄できるなどと信じていたものか。ガニマールさん、正直におっしゃい。ラサンテ刑務所であった翌週、あなたはベルコレーズ通りの自宅で午後4時に僕を待っていましたね。僕は刑務所にいるにもかかわらず、僕のお願いした通りに。最後に一つだけ、犯罪人人体測定課でボドリュのカードを作成した時、アルセーヌ・ルパンのカードと一致しなかったのはどうしてだ。アルセーヌ・ルパンのカードなんて存在しませんよ。え？少なくとも正しいカードはね、簡単ですよ。金をつかませたんです。アメリカから戻ってくる前に、人体測定課の職員の一人にたっぷり弾んでおき、測定の最初の数値に嘘の記入をさせたんです。するとこのカードの全ての分類が狂っていき、結果カードは本来あるべきところから紛れてしまった。
さて、長々と話し込んでしまった。もう行かなきゃ。仲間のところに戻る前に今夜は会食の予定があるんだ。会食？どこでだね。イギリス大使館。